音切り草は、音切り草か音切り草族の多年生植物。血実時の音切り草、日本漢名は音切り草と書く。10世紀の平安時代、花山天皇の頃、この草を原料にした、秘伝薬の秘密を、弟が林家の恋人に漏らしたため、鷹城である兄が激怒して、弟を切り殺し、恋人もその後を追ったという伝説によるものである。あるいは、 鷹城である兄が秘密にしていた鷹の傷の妙薬としてこの草を秘密にしていたが、弟が他人に漏らしたため、激怒した兄に切り殺されたという伝説に由来するという説もある。この不吉な伝説のため、付けられた花言葉も、恩念、迷信とされる。言い伝えでは、音切り草の葉に見られる黒い油点は、切り殺された弟の飛び血とされる。別名、薬師草。 青薬とも呼ばれる。中国植物名は、小蓮行。日本全国、朝鮮半島、中国大陸に分布する。日当たりの良い赤土の道端や、草地、山の、ソリン、道端に自生する。変異が多い多年草。茎は直立して、草丈20から80センチメートルにまで生育し、傭兵がない細長い葉が2枚ずつ茎に耐性し、 両葉が接近して茎を抱く。陽心は長さ2から6センチメートルの筆芯型で、先端は丸みを帯び、前縁無毛で、表面に褐色の焦点が散在して見られる。この黒点は、ヒペリシンという光作用性物質で、これを摂取した後に日光に当たると皮膚炎や不死を生じる。夏季は夏から初秋頃、形状に分子した枝先に、 計2センチメートルほどの黄色い小さな五花弁の花を数個ずつ次々と咲かせる。花にも黒点と黒線が入り、花を潰すと紫色になる。花は日中だけ咲き、ついたちで終わるついたち花である。形容は薬用にされ、金磁種が多いため分類は困難である。類似種に茎が直立せず、斜ャナするもの、歯に黒点がないものがあるが、これらは薬用にしない。 伝説の通り、茎や葉は止血などの民間薬として使われてきたもので、小薬名はない。基本的には薬草であり、鷹の傷薬、血止め草など、悪さをイメージしない異名も持つ。地上部の前僧が薬草として利用され、開花期、または、血実期などに、花や果実がついたままの形容を刈り取り、日干し乾燥させたものを小蓮業と称して用いる。 薬草としての栽培法は、野生のものを移植するか、春に種まきで繁殖し、苗を移植する方法が行われる。荒木ざみした、少林量を、1日量10から 15g 約、400から 600cc の水で30分ほど、半量になるまで煎じた液が利用される。喉の痛み、風の咳、口内炎、扁桃炎、脂痛には煎じ液をうがい薬として利用したり、切り傷、 腫れ物、湿疹、かぶれには患部に煎じ液を直接塗るか、冷湿布するなどの利用方がある。また、消毒用エタノールに浸して、賃気とする。地方によっては、車高瓶に、新鮮な食用油と共に花がついた生の、おとぎり草もしくは、小蓮料を一緒に入れて浸しておき、虫刺され、おでき、切り傷、軽いやけどに、直接塗る、民間療法がある。 または、果実器の形容に、ヒッペリシンなどと、やや多量のタンニンが含まれており、薬用としては、タンニンの効用が期待されている。タンニンには、組織細胞を引き締める修練作用があり、細胞が傷ついて出血している時のような場合には、引き締めて出血する働きをする。このため切り傷などに、貼り薬や塗り薬として処方した場合には、高い効果を発揮することが期待できる。 一方で、ヒッペリジンの経口摂取の際に発症する可能性がある、抗戦過敏の問題もあるのでありな引用服用は避けるべきである。これは、音切り草だけでなく同族の西洋音切りについても同様である。音切り草茶にマルトースをグルコースに分解する酵素であるマルターゼ、阻害活性があり、血糖上昇が抑制されたとの報告がある。同様に、 民間療法で傷薬として使う血止め草は別種に存在する。ありがとうございます。